11月16日にファースト写真集、可愛さの理由、角川を発売した AKB48 の谷口めぐ、大人可愛いをコンセプトに撮影された本作では、本格的なグラビアにも挑戦。11月12日に24歳の誕生日を迎えた谷口の新たな魅力が存分に収められている一冊となっている。インタビュー後編では、AKB48 としての活動や今後について話を聞いた、先行編の後編。現在、バラエティ番組、AKB48 さよなら毛利さん、日本テレビ、でも話題の、AKB48 料理強化企画クッキング選抜に参加中の谷口めぐ。優勝すると次回シングルのカップリング曲歌唱&日テレ音楽番組への出場権を獲得できるとあって、気合も十分だ。最初にクッキング選抜と聞いた時は、料理が得意じゃない私には向いてないなと思ったんですが、残念ながら最新シングルの選抜に落ちてしまったところだったので、ここで頑張らなきゃ。と立候補することにしました。栓抜け落ちした時、想像以上にファンの方が悔しがって、一緒に頑張ろう、と応援してくれたので、その気持ちを裏切りたくないなと、今はとにかく一生懸命に頑張っています。谷口は、昨年発売された58枚目のシングル、でもハモるもあ、で初の選抜入り。続く、元彼です、で2作連続の選抜となるも、今年10月リリースの最新シングル、久しぶりのリップグロス、では選抜メンバーから外れることに、今は完全に気持ちが切り替わっている、というが、選抜落ちの一報は写真集の撮影中だったと明かす、3泊4日の撮影だったんですが、最終日の前日の夜に、選抜に落ちました、という電話があったんですよ。うわーって、頭の中が大変なことになっちゃって、今言う、みたいな、笑。すごく楽しい撮影で、その気持ちのまま寝ようと思ったのに大号泣しちゃって。その時はマネージャーさんが励ましてくれたので、まずは写真集の撮影を頑張ろうってなりましたが、いろんな感情がごちゃ混ぜになってました。号泣の翌朝に撮影されたのは、ピンクのランジェリー姿のカットだったというが、その名残は一切感じられない、寝ればリセットできるタイプなので、割とケロッとしていたかもしれない、と明るく振り返る。意外と気持ちの切り替えが早い方なのかもしれないですね。本音を言えば、選抜に入ったからには一回も選抜落ちしたくなかったですが、みんな経験しうることだし、これを糧にさらに強くなればいいんだと思ったら落ち込んでる暇はないなって。それに、ファンの方がすごく前向きなコメントをたくさんくれたんです。私はもう若手メンバーでもないし、選抜落ちしたら終わりだ。くらいに思っていたんですが、そんな私にまだ期待してくれるファンの方がいるんだということにすごく驚いて、そして嬉しくて、まだまだ頑張ろうという気持ちになりました。やっぱり選抜に返り咲いて気持ちよく卒業したい、と言っても、まだ卒業は全然考えてないですが、